もっと楽に生きればいいと思うの。冒険の軌跡をご覧になりますか？この巣場、やばい、ドキドキしてきた。どうしよう、どうしよう。緊張と期待で興奮して眠れない。これ無理だ。風呂にでも入って一旦落ち着こう。夢を見せてもらうだけだが、エチケットは重要だ。それに体が温まると心もほぐれて。あれ、ランタンの火が消えてる。いかんいかん、寝てしまったのか。この鼻歌、脱衣所で服を脱いでるのはダクネス。今すぐ声をかけて止めるべきか。いや待てよ、俺はさっきふと眠気を感じて目を閉じていた。つまりこの状況は夢なのか。ああ、今夜は本当に月が綺麗だな。って、よ、前々からエロい体をしていると思っていたが、想像以上だ。サキュバスのサービスで俺好みの修正が入ってるのかも。どうしたんだよダクネス、早くこっち来いよ。まずは背中流してくれ。新鮮な反応だな。しかし、なんで夢に出てくるのがお前なんだ。美人でスタイルのいいお姉さんって書いたからかな。お前は何を言っている。いきなり背中を流せなど、夢だの言われても脳がついていかないというか。おっと、じらしプレイだなんて設定してないぞ。お前が世間知らず設定なのはしょうがないが、早く背中お願いします。この状況で私が背中を流すのが世間の常識なのか。はよー、なんかもういろいろとたまりません。お前、これがどういう状況か分かっているのか。今日のお前はどうかしている。ない、さっきから騒がしいぞ。近所迷惑だろ。常識知らずにも程があるからな。急にそんな常識的なことを言われても、私が常識知らずなのか、私がおかしいのか。うん、お前はいつも大体おかしいよ。おっと、そういや夢だから騒いでも問題ないのか。よし、それじゃあお願いします。嫁入り前に男の背中を流すことになるとは。なかなかうまいじゃないか。どうしてこんなことに。堂々と命令されると抵抗できない自分の性癖が情けない。それじゃあ次はタオルを使わずにお願いします。おかしいおかしい。いくら私が世間を知らないとはいえ、タオルを使わずに洗うなど。早くお願いします。お前、今日のお前は絶対おかしい。このクセモノ、みんなこの屋敷にクセモノよ。この声はアクア。あいつ夢の中ですら邪魔するのか。文句言ってやる。おいアクア、
見て見て、私の結界に引っかかって身動き取れなくなったクセモノが。あー、悪魔、クセモノがこっちにもいました。誰がクセモノだ。あれ、サキュバスの子がいる。このサキュバス、結界に引っかかって動けなくなってたの。きっとカズマを狙ってやってきたのよ。何これ、おかしい、本当におかしい。というか、さっき風呂場で出くわしたダクネスを。くっ、おとなしく滅されるがいい。観念するのね。今とびきり強力な対悪魔用の。逃げろ。え、ちょっと正気ですか、カズマ。可愛くてもそれはサキュバスなんですよ。どういうつもり。仮にも女神な私としては、そこの悪魔を見逃すわけにはいかないわよ。俺が時間を稼ぐ。その間に逃げろ。お客さん、こんな状況になったのは侵入できなかった未熟な私が悪いんです。お客さんに恥をかかせるわけにはいきません。私は退治されますから。お客さんは何も知らないふりを。そんなのできるわけないだろ。アクア、メグミン、今のカズマはそのサキュバスに魅了され操られている。おのれサキュバスめ、よくもあんな恥ずかしめをぶっ殺してやる。この子に手は出させん。どうやらカズマとはここで決着をつけないといけないようね。カズマを倒した後、そこのサキュバスに引導を渡してあげるわ。絶対に守るべきものがある。この子は意地でも逃がす。お客さん、かかってこいや。シャオーゲッハー。逃げられたわね。塩まいとくわ。この巣場。なあ、いい加減口聞いてくれよ。っていうか、あんな状況で雰囲気に流されるお前にも問題があるだろ。お前はあのサキュバスに操られていたせいで、昨日の夜のことは覚えてないのだな。はぁ、残念ながら覚えてないよ。いい夢を見ていたとしか覚えちゃいない。そうか。ならいい。まあしょうがない、事故みたいなものだ。私も忘れるとしようか。ゆうべ俺はサキュバスに操られていた。というのがこいつらの見解なのか。否定する必要はないな。この巣場。冒険の軌跡をご覧になりますか。キャラエピソードとこのスバストーリーは、キャラとの絆を深めると解放されます。このスバ。デストロイヤー警報、デストロイヤー警報。機動要塞デストロイヤーが現在この町へ接近中です。住人の皆様は直ちに避難を。冒険者の皆様は装備を整えて冒険者ギルドへ。なあ、デストロイヤーってなんだよ。暴走した古代兵器だ。そいつが通った後は草も残らないと言われている。機動要塞デストロイヤーは町の北西からこちらに向けてまっすぐ進行中です。到着まであと1時間。デストロイヤーって古代の魔法王国が作ったんですよね。作った方々は何か対抗策を用意していなかったのですか。
デストロイヤーの暴走で真っ先に滅ぼされたらしいぞ。無理ゲー、そんな強敵駆け出し冒険者の町に来たらダメだろう。結界でこちらからは攻撃不可能で、向こうからは攻撃し放題。ねえ君、何かいい案はない？おい、アクア、お前なら結界を破れるんじゃないのか？やってみないとわからないわよ。お願いします、試すだけ試してください。結界が破れた後はダメージを与えられる魔法があれば。この町では爆裂魔法が最大火力だ。どうだめぐみ。我が爆裂魔法でもさすがに一撃では仕留めきれないと思われ。すいません、遅くなりました。ウィズ魔道具店の店主です。私もお手伝いに。店主さんだ、貧乏店主さんが来たぞ。勝てる、これで勝てるぞ。なんでこんなに有名なんだ。ってか、かわいそうだから貧乏店主はやめてやれよ。知らないのか、彼女はもともと凄腕アークウィザードとして名を馳せていたんだ。その正体はアンデッドのリッチーだけどな。それでは皆さん、緊急クエスト開始です。わあああ。私はこの地の住人を守らなければならない。この町の住人たちは気にしないだろうが、私はそう思っている。お前がそんなにこの町のことを気にかけるなんて、何か理由でもあるのか？私の本名はダスティネス・フォード・ララティーナという、この近隣を治めるダスティネス家の娘だ。ってことはこいつ、領主のお嬢様ってことか？それにララティーナって、領民の暮らしを守ることは私の義務であり誇り。逃げるわけにはいかない。わがままだな。でも今のお前みたいなやつのわがままは嫌いじゃないよ。カズマ、ララティーナ。そっちの名前で呼ぶな。このスバ、間もなく機動要塞デストロイヤーが見えてきます。冒険者の皆さん、戦闘準備をお願いします。でかい！大丈夫か？いけるのかこれ？あの結界を壊せばいいんでしょ？私に任せて！セイクリッドブレイクスペル！ああ！よし！デストロイヤーの結界が解けたぞ！今だ！めぐみさん、同時発射で行きますよ。おいめぐみ、柄にもなく萎縮すんな。お前の爆裂魔法への愛は本物なのか。ウィズに負けたらみっともないぞ。お前の爆裂魔法はあれも壊せないヘナチョコ魔法か。何を我が名をコケにするよりも一番私に言ってはならないことを口にしましたね。見せてあげますよ、本物の爆裂魔法を。黒より黒く、闇より暗き漆黒に、我が深紅の金光を望みたもう。覚醒の時来たれり、無病の境界に落ちし断り、無行の歪みとなりて現出せよ、エクスプロージョン。ぐぬぬ、さすがはリッチ、私をはるかに上回るレベル。悔しいです。よしよし、めぐみよくやったな。やった、俺これが終わったら結婚するんだ。はっ、こんな時にフラグになるような発言はよせ。でないと悪いことが。被害甚大につき
自爆機能を作動します。乗組員は直ちに避難してください。ほら見たことか。無理だ、町ごと吹き飛ばされるぞ。もうダメだ、逃げろ。ダクネス、俺たちも避難を。私は最後まで引くわけにはいかない。領民より先に騎士が逃げるなどあってはならない。ダクネス、それに町を吹き飛ばすほどの爆弾に身をさらしているのだと思うと、なんだこのかつてない湧き上がる興奮は。いくら頑丈だとはいえ、ただでは済まないだろう。もう辛抱たまらん。カズマ、私は突撃するぞ。カズマさん、もしかしたら制御装置を見つけることができれば自爆を止められるかもしれません。ダクネスのやつ、絶対そんなこと考えずに突っ込んだよな。まあいいや、行くぞダメ神、デストロイヤー内部に侵入だ。もう帰りたい。このスバ